なんとか編集部からのお便り。ガルスタ編集部では毎年恒例乙女ゲームアワードという、昨年発売されたタイトルの中で好きな乙女ゲームやキャラクターなどに投票する人気投票企画が開催中です。お二人が2013年のホニャララアワードをやるとしたら何の投票をしますか？はい、こちらの投票でございますが、うん、2月10日までと、うん、どうでもいいけどさ、なんとか編集部って書いたのお前だろ。なんで笑っちゃうんで、自分で書いといて。書いたの忘れた。作家が何笑ってんだよ。ひどいだと。ほんとひどいよ、ここまで来たか、ついに。なんとか編集部はもう1文字もあってね、上にさ、うん。そうだね。もう伝える気がゼロだから。ないね、全くね。もうあまりにもひどい、これ、まあ。まあ、こちらの投票なんですけども、2月10日までとなっていますよ。うん。まあ、ブラコンとかですね、僕たちが出ている作品もエントリーされているんでしょうね。うん、ね、投票、はい、一つよろしくお願いいたしま す, です、ね、じゃあ毎年恒例のですね DGS アワード2013の発表に参りましょうか。ストップ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 。ん、いや、あの毎年やってましたっけ2013、うん、2012ありましたっけ。なかったかもしれないけど。ないね。ここでDGS アワード2013の発表です。それではまず最初の受賞者の発表です。小野大輔さん、おめでとうございます。僕受賞したんですか今。はいはい。おめでとうございます。受賞したんですね。はい、されました。ありがとうございます。やったやっで、何ん何な、何を受賞したんですか僕は。それは今から考えますよ。目が泳いでるけど。それは今から考える。めっちゃ目泳いでるけど、うん。そういうアワードなんです。あ、なんかなんとなく分かってきた。先に受賞した人を発表して、うん、後で何のアワードを受賞したかを決めるのはこの DJS アワードです。うんうんうん。あ、いいよ、でも、そういうのでもアワードでしょ。そうそう。叩いてくれるんでしょ。なんで、今からですね、小野くんが何を受賞したか考えます。よし。よし、何がいい、答えてくれよ。うん、何がいい、あ、俺決めていいの、うん、俺も参加していいのそれ。どういうやつがいい。そうだなぁ。顔芸王とかがいい。え、顔芸王がいい。それは顔芸が受けてるってことですもんね。そうそう。在庫王とかどう。在庫、在庫王はあ、でもいるな、別のやつがな。別のやつがな。在庫を抱えるなら在庫。それも間違いないもんな。一、うん、人いるな、それな、候補者がな、うん。向こうにいるよ。うん。うん、ドクペ一気飲み王は。ん？ドクペ一気飲みを。そうね。俺といえばね、ドクペを一気飲みすることでおなじみだもんね。まあ、ねうん。何がいいの？ No, no. もうないよ。ねえの？うん、俺の印象。うん。何がいい？ベスト。頑張ったよ。頑張ったよ。何でもあげちゃう。頑張ってる。何でもあげちゃう人を。何でもあげちゃう人を？小野くんそれいいね。それちょうだい？あ、いいよいいよ。つって。あ、でもそうかも。うん。最近ね、あの、江口拓也くんに、うん、あの、進撃の巨人グッズを買ってはあげ、うん、買ってはあげしてる。あいつ何なの？え？あいつなんかいろんな人にさ、いろんなものもらって、俺あいつに財布買ってやったんだよ。まじですか？うん、あいつなんか財布なくしました、っつって。うん。あ、じゃあわかりました。じゃあドラムロールをスタートしてください。何？江口拓也くん。何急に言う。あ、江口おめでとう。受賞めでたいね。えぐ受賞めだな。何あげんだ。お、なんでしょうだ。うん。いや、もうもらい王です。もらい王。先輩たかり王。たかり王ですよ。あいつ本当ひどかったんだから。欲しいなーって。いや、去年、あの、北海道に、あの、ファンミーティングで、キラミンド行ったことあるんですよ、うんうんうん。で、そのファンミーティングに行く前日に、うん、あいつ財布なくしやがって。あら。あら、ええ、それ大変じゃないですか。いや、ほんと大変だよ、うんうん。で、あいつもめちゃくちゃで、うんうんうん、まず、北海道だよ。6月。意外と寒いのに、T シャツ1枚しか持ってこないんだよ。で、財布なし。だって持ってないんだもん。丸腰じゃないですか。お金ないから。お前、何なんだっつって。うん。いや、寒いっすって。当たり前だよ。あ、そりゃそうだ。上着貸してやるよ。ありがとうございます。俺の上着貸してやって。もう早速そこで借りてるもんね。そう。で、パンツ買わなきゃっつって、コンビニに行って、パンツ買うっつって。で、それも買ってもらったのか、スイカとかで買ったのかわかんないけど、
とにかくあいつは旅の間その1円も使うことなく、うん、あらゆる先輩にたかりお土産を両手いっぱいに持って帰りましたよ。でその後日はまあ一週間後ぐらいに、じゃあ財布つって、財布買ってあげたんだけど、うん。買ってあげたんだ。優しいね。うん。水色の財布。あら。風水的には最悪って言われている。そう、なんで水が流れることで。なんでそれあげたんだよ。だから金がたまらないと言われている。水色の財布をあいつにくれてやったよ。マジですか。うん。でも多分使ってますよ。まあ、大切にしてくれないと困りますよ。先輩からもらったら、お前大切にしてなくさないだろうって言ったら、そうっすねっつって。あ、何気にね、僕も使ってますしね。ああ、コインケース。ね、いやー、これはね、まさかの最初の受賞者は、うん、僕と見せかけて、江口拓也君でした。この番組であんまり名前の出ない江口が、受賞ということで。江口おめでとうございます。おめでとうございます。あ、江口おめでとう。受賞、受賞おめでとう、江口。江口受賞おめでとう。何あげんだ。お、何でしょうだ。うん。いやもうもらい王です。もらい王。ああ。先輩たかり王。たかり王ですよ。あいつ本当ひどかったんだから。欲しいなーって。いや去年あの北海道にあの、うん、ファンミーティングでキラミンで行ったことあるんですよ。うんうんうん、でそのファンミーティングに行く前日に、うん、あいつ財布なくしやがって。あら。あら、ええ、それ大変じゃないですか。いや、ほんと大変だよ。うんうん、で、あいつもめちゃくちゃで、うんうんうん、まず、北海道だよ。6月。意外と寒いのに、T シャツ1枚しか持ってこないんだよ。で、財布なし。だって持ってないんだもん。丸腰じゃないですか。お金ないから。お前、何なんだっつって。うん。いや、寒いっすって。当たり前だよ。あ、そりゃそうだ。上着貸してやるよ。ありがとうございますって。俺の上着貸してやって。もう早速そこ候補者がな。向こうにいるよ。うん。ドクペ一気飲み王は。ん？ドクペ一気飲み王。そうね。俺といえばね、ドクペを一気飲みすることでおなじみだもんね。まあ、ね、うん。何がいいの？もうないよ。ねえの？うん、俺の印象。うん。何がいい？ベスト。頑張ったよ。頑張ったよ。何でもあげちゃう。頑張ってる。何でもあげちゃう人を。何でもあげちゃう人を？小野くんそれいいね。それちょうだい。あ、いいよいいよ。つって。あ、でもそうかも。うん。最近ね、あの、江口拓也くんに、うん、あの、進撃の巨人グッズを買ってはあげ、うん、買ってはあげしてる。あいつ何なの？え？あいつなんかいろんな人にさ、いろんなものもらって、俺あいつに財布買ってやったんだよ。マジですか？うん、あいつなんか財布なくしました、つって。うん。あ、じゃあわかりました。じゃあドラムロールをスタートしてください。何？江口拓也くん。が出ている作品もエントリーされているんでしょうね。はあはあ、ね、乙女ゲームアワー、皆さん投票、はい、一つよろしくお願いいたしま す, です、ね、じゃあ毎年恒例のですね DGS アワード2013の発表に参りましょうか。ストップストップストップん、いや、あの毎年やってましたっけ。2013、うん、2012ありましたっけ。なかったかもしれないけど、ないね。ここでDGS アワード2013の発表です。それではまず最初の受賞者の発表です。小野大輔さん、おめでとうございます。僕受賞したんですか今。はいはい。なんとか編集部からのお便り。ガルスタ編集部では毎年恒例乙女ゲームアワードという、昨年発売されたタイトルの中で好きな乙女ゲームやキャラクターなどに投票する人気投票企画が開催中です。お二人が2013年のホニャララアワードをやるとしたら何の投票をしますか。はい、こちらの投票でございますが、うん、2月10日までと、うん、どうでもいいけどさ、なんとか編集部って書いたのお前だろ。なんで笑っちゃうんで自分で書いといて。書いたの忘れた。もう作家が何笑ってんだよ。ひどいだろ。ほんとひどいよ、これ。ここまで来たか、ついに。なんとか編集部はもう1文字もあってね、うん、さ、うん。そうだね。もう伝える気がゼロだからな。ないね、全くね。もうあまりにもひどい、これ、まあ。うん、まあ、こちらの投票なんですけども、2月10日までとなっていますよ。うん。まあ、ブラコンとかですね、僕たち、うん、おめでとうございます。受賞したんですね。はい、されました。ありがとうございます。やったー。で、何？ん？何？何を受賞したんですか、僕は。
それは今から考えますよ。目が泳いでるけど。それは今から考える。めっちゃ目泳いでるけど、うん。そういうアワードなんです。あ、なんかなんとなく分かってきた。先に受賞した人を発表して、うん、後で何のアワードを受賞したかを決めるのはこの DJS アワードです。うんうんうん。あ、いいよ、でも、そういうの、でも、アワードでしょ？そうそう。叩いてくれるんでしょ？なんで、今からですね、小野くんが何を受賞したか考えます。よし。よし。何がいい？叩いてくれよ。うん。何がいい？あ、俺決めていいの？うん。俺も参加していいの？それ。どういうやつがいい？そうだなぁ。顔芸王とかがいい？え？顔芸王がいい？それは顔芸が受けてるってことですもんね。そうそう。在庫王とかどう？在庫王はあ、でもいるな、別のやつがな。別のやつがな。在庫を抱えるなら在庫。間違いないもんな。一人いるな、それな。